6月11日6時8分の相場解説になります。まあ、非常にね、値動きが激しいここ1日2日になりまして、ちょっとねこれはついていけてないですね。ここまで動くとデイリー見てますけども、大きな陰線が3本ドーンと出てますよね。これ3日間連続で大きくこう下がったってことなんですよ。以前のこのレンジ幅がありました、横波、横幅ね、これ横ばいの状態がありましたけども、これをいとも簡単に突き破って、本来でしたらね、今まででしたらここで止まってたわけなんですよ。少なくともここで止まってましたよね。でも今いとも簡単にそこを突き破ってしまいました。4時間の方見てみましょう。はい、こんな形でね、レンジのラインがこういうふうにあったわけなんですけども、これをね抜けて上に行くじゃないですか。で、反転した下に行くのをここで一旦止まるはずなんですよ。だからヒゲが出てるでしょ、これヒゲが、やっぱりね、ここに陽線のヒゲが出てますけども、こっからねさらに勢いつけてゾーンをツルツルと突き破ってここまで来てるわけですよ。いや、前回までね、本当にね、2、3日前まで110円に行くんじゃないかなと思われてたこの値動きが、今ね、107円割るんじゃないかな、みたいなところまで来てますよ。ということで、これはね、ちょっと荒れすぎなんで、ちょっと1時間見てみますけども、荒れすぎなんでね、怖いですね。超材料相場なんじゃないかなと思います。うん。ここの上髭をきっかけにして、下がって、そして、こちらのね、陰線が出たところから、もう止めどもなく、陰線ですよね。で、ここで N を書いて下に行く。またここからドカーンと下がるわけですね。これは全然ね捉えていませんでした、私の場合は。まあ、深夜に起きたってことでもあるんですけども、それにしてもね、ここを 2,3 日で大きく取れるチャンスまだあったんじゃないかなと思いますけども、全然ダメでしたね、という振り返りと、なんでそうなったのかってことの検証がね、今できたわけなんですけども、じゃあこれからの値動きどういうふうにしていくかってことになります。もう一回デイリー見てみます。大きな流れからね見れるんですね、こういう時は。大きな流れなんですけども、これからねダウントレードに入っていくんじゃないかなと思うんですよ。以前までこうやって並んこう若干ね縦に、縦っていうか上の方に行ったんですけども、今度ねこの流れが来ます。この流れがそういうふうに考えますんで、こういうふうに進んでいくと。で、全体的に、こういうふうなレンジを引くんじゃないかなっていうふうに、デイリーの方は見てます。ですんで、今からね、この、下げ波動が来るんじゃないかなと思います。今、申し上げられるのはそのぐらいですね。では、ちょっと引き続き様子を見ていきましょう。